セルビア幻想曲作品6はニコライ・リムスキー・コルサコフが1867年に作曲した漢言楽曲。正式な名称はセルビアの主題による幻想曲。演奏時間はおよそ7分。1867年5月にモスクワでスラブ民族史学会議が開催され参加所各民族のうちチェコ、セルビア、 クロアチアの代表団がサンクトペテルブルクを訪問することとなった。これを記念してバラキレフはグリンカ、ダルゴムイスキー、リボフ、モニューシコ、リスト、ベルリオーズ等の作品によるスラブ音楽演奏会を計画し、自らもチェコの主題による助曲を作曲し演目に加えた。バラキレフはさらにリムスキー・コルサコフにもセルビアの主題に基づく作品を求め題材を提示した。 その結果、生まれたのが本作である。リムスキー・コルサコフはその自伝の中で、作曲の依頼を受けた頃、バラキレフの家に出入りするチェコや、その他のスラブ人に会い、その会話に耳を澄ましたが、反スラブ主義運動には関心を示すことができず、会話の中身を理解することがほとんどできなかったと告白している。それでも作曲に取り掛かったのは、バラキレフが提示した主題が、 魅力的であったためである。チャイコフスキーは1868年3月10日の新聞現代年代記に掲載された彼の最初の評論、リムスキー・コルサコフ氏のセルビア幻想曲についてで作品を擁護し、リムスキー・コルサコフをまだ若いが、彼には揚々たる前途があることを思い出すべきである。またこの人の非凡な天文から判断して、 我々の芸術をより素晴らしく飾る一人になることは疑いないと称賛し、これが彼とロシア5人組の交流が生まれるきっかけの一つとなった。1887年に改訂され、楽譜はベリャーエフ社から出版された。1867年5月24日にサンクトペテルブルクでバラキレフ式により初演。ピッコロ、フルートに、オーボエに、クラリネットに、 ファゴットに、ホルン4、トランペットに、トロンボーン3、ティンパに、トライアングル、タンブリン、シンバル、バスドラム、弦5部、自由なロンド形式。後に同僚であるチャイコフスキーや、キュイも用いた有名なセルビアミニオ、明るい太陽が重要な役割を果たす。4分の4拍子。まず、ホルン、ついで弦楽器、木管楽器に、明るい太陽のメロディが、 断片的に現れた後、弦楽器で表情豊かに奏される。英単調のまま曲は推移するが、急にトリルを伴う動きが現れ、トゥッティで結ぶ。4分の2秒し。前段と対照的に、打楽器が活躍する、賑やかな部曲調となるが長くは続かない。4分の4秒し。明るい太陽のメロディが戻ってくるが、ごく短い。4分の2秒し。 再び部曲調の速さに戻る。主に木管と弦楽器の掛け合いで推移。三度、明るい太陽が登場するが、それまでと性格をことにし、金管楽器で荒々しく奏される。クラリネットで部曲が始まり、次第に紅揚する。金管楽器に明るい太陽も登場し、公共的に組み合わされた後、激しさを増し終わる。ありがとうございます。